そしてここボタンを失敗前にして、これを一回後ろへ踏みます。 これで、後ろへ一度踏んだら、こういうふうに、糸を吸い込みます。下糸はもう一緒です。そして常に下糸は巻いておいてください。 普通はこうですが、これはナイロン紙なので外れる、皿から外れる場合がありますので、こういうふうに巻きます。そしてこれだったら反対か。